ハロプロ、モーニング娘。の道重さゆみ、結膜炎に、さらに体の左側がおかしいと訴えるアイドルグループモーニング娘。のリーダー道重さゆみが結膜炎になった上、何回も体の左側がおかしいよ、笑いと体に異変が起きていると、2月28日付のオフィシャルブログで明かしている。最近、目が赤くて少し痛かったりしたから、まあたまにできるものもないだろうな、と思っていたという道重だが、悪化して目が真っ赤になったため仕事前に眼科に行くと、結膜炎と診断されたとのこと。見せれないくらい赤くなってしまったと左目を手で隠して撮った写真も掲載している。また、道重は結膜炎に関しては目薬もらったから安心としたな。何回も体の左側がおかしいよ、笑い。右側はめっちゃ元気なのに、右と左とで違う人の体みたい、笑いと体に異変があることも報告。ファンからは片側だけって心配やな。最近なんだか体のバランスが崩れてるのかな。リーダーになって無理しすぎなんじゃないのかな。といった声が多数寄せられている。1月中旬頃からジンマシンに悩まされるようになったと明かしていた道重は、2月16日のイベントを体調不良のため途中退席し、翌2月17日のイベントを欠席するなど、最近は体調が優れなかった。道重は2日、3日に開催されるヘロープロジェクト、春の大感謝ひな祭りフェスティバル2013に出演予定だ。かっこ、朝倉武と、ソースコロン、シネマチデイ、道重さゆみオフィシャルブログ、おいおい脳神経外科にすぐに行け、右脳に血が詰まってるからやな、満月しそう、側ぐらいプラス可愛い、まだ若いのに半身不随か、かわいそうに、さゆみかわいいよさゆみ、すぐ病院で脳見てもらえと言いたい、もし半身麻痺になったら俺が一生面倒見るよ、脳の血管やばいだろ、マジ病院に行けって、気持ち悪いよたと握手断崖で完全にアレルギー反応が出てるな、ご愁傷様、ついに放射能の犠牲者が若い芸能人にまで。アシュラ男爵みたいになるな。結膜炎はよくわからんが、普通にギランバレー疑うわ。おいどんの中井で治療すれば治るんじゃないかな。あちらこちらよく体壊すな。ひ弱な女見るとムラムラくるよ。左埋没法プラス虚言かっこ笑い。道重さん無理しちゃダメだよ。体の左半分が全身やられたのか。目じゃなくて脳の問題なんじゃ。魔のなんとかっていうクローン使えばいいじゃん。結膜炎、ジンマシン、半身の不調だとなんだかの感染症かな。仮病ですから。モームスという泥船から逃げるためのアリバイ作り。数ヶ月後には卒業を発表するよ。帯状方針ですから、いろんなすでにこいつの画像を貼ってるやつがうざい。この娘、本当に処女かも。アナルセックスでもしたんだろ。道重と石川はガチ処女。モームス、破処女率が高い。今のモームス、てこの子しか知名度ないし、この子が倒れたらおしまいだろう。僕が君の左乳になる。壊れゆく鉄球を食らったんだろう。逆回転の。ちょっと前、ジンマシンがひどいって書いてたよね。多分芸能活動に体が拒否反応を示してるんだろ。直ちに影響ないよ。血懸念と言ったら、もともと握手会をしないことに慣れてるから、いきなり接触イベント連発されるようになって、身体が拒否反応出してんじゃないの。最近テレビ出てないし落ち目っぽい流れだな。左半身がおかしいって、脳に異常あるかもしれない。脳梗塞とか、早く脳神経外科に行ってほしい。左目が赤い、左半身がなんかおかしい。普通に考えたら、脳梗塞か脳内出血だろ。ブロンとかツイッターが当たり前になって、芸能人でも素人も、どこどこの調子が悪いとか、変なあだ名できてるとか、軽々しくつぶやきすぎ。病院に早く行けよってツッコミ欲しいのバレバレ。でも生理止まっても報告しないんでしょ。以下、機械ダー禁止。ダークに生まれし者はダークに帰れ、も禁止。2回のブドウ膜炎で失明寸前になった俺が来ましたよ。目の病気は鬱になるよ本当に。鶴永プロと共演してる時に比較すると無理してるのがはっきりと見とれるもんな。もうげんキャラ放棄許してやれよ。ネット、フィフィ、生活保護受給者は、食費抑える知恵つけろ、耳や、女性ライター、ヒステリックな球団で、問題解決しないよ、論争勃発、安倍政権が打ち出した、生活保護基準引き下げをめぐり、エジプト出身のタレント、フィフィさん、37、とライターが、ツイッター上でバトルを繰り広げた。上田修子氏というテクニカルライター、操作が複雑な電化製品の取扱説明書やカタログ、点検、マニュアルなどを執筆、編集する職業が、フィフィは両親どもに博士号を持つミドルクラスで育っているから、貧困層の、実態を知らないんだよ。1ヶ月3万円以内で食費を抑えるスキルがあるのは、せいぜい旦那の月給が20万円以上、東京なら30万くらいある人たち、貧困層はそもそも生活スキルがない。そんなスキルがあれば、生活保護まで落ちないと思うよ。我が家は母のおかげで毎晩おかずが4品並ぶけど、そういうのって、文化的背景がない家庭では、道重さゆみとはどんな娘？紹介マニュアル、正統派美少女、自他共に認めるオンチキャラで恩恵の存在を知らなかった。自分が世界で一番可愛いと自負するナルシスト、23年間恋愛経験なしで新生少女の超清純派、綺麗でツヤのある黒髪ロングなトレードマーク、兄重視10代好きな軽米思いで特に姉と仲が良い、ピンク大好きでイメージカラー私物はピンクが圧倒的に多い、私服は清楚なお嬢様ファッションを好む、ウサちゃんピースなデビュー当時からの決めポーズ、レズビアン疑惑があり最近はそれを隠さなくなってきている、小学生時代は団子中な友達で現在も人見知りが激しい、運動は大の苦手で体力もない苦変頭痛の持病がある、毒舌キャラで腹黒だが本当は優しさのある女の子、根本的にネクラなので精神的に脆い部分もあり涙もろい、尊敬する先輩は石川理香と高橋愛、女の子アイドルが大好きでネットで鑑賞するのが趣味、ベリーズ工房の砂谷梨紗子が理想の恋人像、親友は亀井絵里で実の妹のように面倒を見ている、永遠のライバルは久住小春、先祖は高層で由緒ある家柄の大和なでしことして古き良き日本女子像、鉄道オタで乗り鉄として知られる、長身でスタイルがよくモデル体型として定評がある、下ネタ嫌いでエロいネタには過敏に反応するがダジャレは大好き、自他共に認める純粋無垢な純白の天使ちゃん、読書が趣味で主にミステリー小説を好む、お菓子&チョコレート大好き、カレーライスが大好きで自称カレーライスアイドル、会話では敬語、使い挨拶は欠かさない礼儀正しいお嬢様、癒しを与えるノリがある、体力がなく時間があれば睡眠で体力回復、また妊娠か、サムゲタンの呪いか、これはダメかもわからんね、道重さゆみ、ラララのピピピ、左半身失調症か、また可愛いスレかよ、壊れ、かけの、さゆみ、体の一部がホットホットってのが昔あった、俺もたまに物もらいになるし、左半身に違和感があったり、一回帯状疱疹になったよ、この人も過労とストレスな原因だろう、やっぱそうなの？体が痛いとかも言ってるんだが帯状疱疹だとそれよりかゆいとかだろうし、何か体の異変を心配してるんだな、ストレスならまだ安心、道重さゆみ、ドラゴンネスとハノリ、いや、帯状疱疹は痛いんだよ、自分は体の変調が右側に出る、なんかあんのかね。体調発信だったらよかった。いやよくないけど、左半身がおかしいって言うからなんか体に障害ができてしまう病気なのかと思った。翼種なんじゃね？左半身、右半身とか言ったら脳梗塞しか思い浮かばないが、まだ若いから違うだろうし。行くとなったら脳神経外科というより神経内科からだろうな。そうなのか、調べが足りなかったサンクス、本当に精密検査するべきなんじゃないんだろうか。少しでも早くはっきりさせたかったな。本人にもいいと思うんだけど。
事務所がアホなのか、ゲースポでは珍しくみんな優しいな。さゆちゃん、早く元気になってね。左半分が懐かしのクレイジーゴーストになってるのか W。精密検査受けた方がええやろ。これが世間の声。医者行けろ、モーニング娘。ふ？レインストーミンク。かっこ、ルーズショット VR。これ貼ってないって何なの？ちゃゆ重症すぎは酔えない。ダンスが一気にハードになったから体がついていかないんじゃないか。モームス、やめちゃえ。道重がいてもいなくても人気自体は変わらん。道重さゆみはスタイル良くて可愛いし、性格もいいから早く直してほしい。もったいない逸材。これは心配。ちゃんと検査してね。なんかやばそうだからひな祭りでは休めろ。道重の穴ぐらいなら富士山村で埋めれるだろ。脳梗塞。菊池亜美が売れてから消えたな。脳梗塞だ。道重さゆみは責任感が強すぎる。この間休むまでは今まで一度たりとも欠席なんてことはなかった。一度ゆっくりしてもらいたいんだが、単純に花粉でめかゆくてこすりまくったんじゃないの？ジジイの体液にやられてるな。頸椎ヘルニアじゃないかな。自分もそう。脳神経も気になるな。親知らずが変な生え方してもなるぞ。その時は抜け。アップフロントは道重しかいないのか。こき使いすぎなんじゃね。よく知らんけど、道重いなくなったらもうむす誰も知らなくなるわ。今は桃地がいる。本人の責任感もあるんだろうけど、どうもなーこき使ってる感は否めない。お前らが相当気持ち悪いんだろうな。体は嘘つけないよ。今の時代は放射能汚染が頭に浮かぶから体調不良ネタは他人事じゃないから気になる。脳梗塞じゃなきゃ良いな。この若さで脳梗塞。自分だったらすぐ病院に行くぞ。片方の違和感なら大抵脳だね。待機中で酸化した放射性物質は、内部被爆したらまず血液をおかしくして免疫力低下。簡単に病気にかかりやすく治りにくい。そうして放射性物質の細胞分裂メカニズム破壊を防ききれなくなってがん。脳梗塞なんか脳内血管破壊して修正しようと集まってきて詰まる。手で東穴なんかわかりやすい例。田中がいなくなったら世間で知られてるの道重だけで、もう娘のことを考えたら抜けられない状態だけど、最近の曲はダンスが激しくなって、道重ついていけなくて悩んでると思う。若いメンバーは成長著しいな。新曲ダンス激しい。脳じゃね？そういえば道重テレズだったな。健康管理しよう。高坂 PM2.5 だろうな。なんだか今年のやつはやばいもんな。体のバランスがおかしくなってくるのは親知らずとかもでかい。みんなも体調管理しっかりしてないと笑えないぞ。この症状って内部被曝ですか？明日コンサート見に行くんだな。大丈夫なのかな？この前初めて CD のイベント行ったけど、気持ち悪いよ。他も各家にいるけど、意外と大半は普通の人だったよ。老若男女いた。雰囲気は、俺はよくプロ野球見に行くんだけど、球場の雰囲気に似てた。選手イコールモーニング娘。で、ファンイコールファン、応援客って感じで。道重さゆみ、8月13日生まれで、実は自分も同じ誕生日なんだけど、偶然にも右目なものもラインになってる。案外偶然じゃないのか。一時期高飛車キャラで売ってたよな。画像がかなり可愛くて驚いたわ。眼帯美少女とかいけそう。俺も朝起きたら、体の左側半分全部がしびれて、うまく動かなかったことがあったな。脳梗塞 KTKR と思って、慌てて病院に行ったんだけど、検査しても何も悪いところが見つからず、病院を3つたらい回しにされたわ。結局原因はわからず、3日ほどしたら症状は収まったんだけど、めっちゃ怖かったわ。そんなもんより、どちらかといえばだな、放射能の方しか気にならないね。2011年以降は常に気持ちの片隅には残ってる。目に見えないものだからなおさら、いとこ銃と呼ばせてください。結膜炎じゃなくて帯状疱疹じゃないの？眼科に行って結膜炎診断受けた。その前はジンマシンということ。帯状疱疹は憶測でしかない。メシマル愛みたいにエイズになって身体中にブツブツできて、死んでいくのだけは勘弁。痛いのに決め直。半身浴したんじゃないの？福島の放射能の影響半端ないな。頑張りすぎ。もしかして何すけど、岩盤浴と間違った。W、PM2.5 の影響か。ハロプロは昔から喫煙者多数だからその影響だろう。ああ心配。ハロプロは昔から喫煙者多数だからその影響だろう。仮に昔から多数とするならばそれは関係ないだろう。サユのミスクでモーニング娘。の株価も上がってきたところなのにな。ブレイク寸前だったのに本当苦労すんな。つい最近体調不良のスレを見たばかりの気がするな。どこかの神経を圧迫してるのかもしれない。それかの、今のサユは満身創痍。最近伝説とやらを見て気になってたな。本当に伝説になっちまったらシャレにならんぞ。寒空の下ステージ衣装で、屋内での握手会全国暗夜なんて無茶させすぎ。とりあえず病院行きって休め。左が麻痺してるなら右脳の障害か。ハンゲームなんかの CM 出るから、ああ、現在肉体改造中。噛み合わせが悪いんじゃね？顎関節症、もしくは背骨が曲がってるとか。脊椎湾曲、ヘルペスだろ。そんなに不安ならドック受けたらいいのに。俺も最近さ、左の上下がおかしくて、腕、背筋、ケツ、太もも、足首がやけに細くなってる。ただ、メジャーで測るとやら左が細い程度。で、それほど気にする必要ないかなと思うん。だが筋肉が左だけじいさんみたいにだるだるって感じになってる。親近感湧いた W、ヤンタンでサンマと喋った時、サンマに顔色の悪さを指摘されていた。相当ヤバいんじゃないか。これはもう無理しない方がいいね。体左半分がおかしいっていうのは相当ヤバい。脳神経外科の自信しかない。自覚症状からすると、血栓飛んでるぽい。とにかく病院行きって検査して休んでほしい。握手会とかやってる場合じゃない。お前ら最近、道重さんに優しいのな。もっとも俺も病院行くのは当然として、ちゃんと休んだ方がいいと思うけど、最悪、元も子もなくなっちまうぞ。脳だったら大変だ。ちょっと休み取って、一通り検査受けた方がいいよ。肩こりやろ。小春菜10代の時に病院で MRI 取ってもらったって著書に書いてたし、この事務所は異変があったらちゃんと病院に連れてってくれると信じたい。セシウム入りの食べ物ばっか食っての内部被曝だよ。しかし20代女性の脳卒中とか周りでもあったし怖いっちゃ怖いな。俺も左側に痛みというか違和感がある夜中に何回も目が覚める。どっか悪いんだろうとは思うが怒ってる。お前ら道重に優しすぎ W。さんま師匠、マジでもう結婚してやれよ。ヘルペス程度だったらいいけど、神経系だったら大変だよ。自販機でジュース買って、お釣りで取ろうとしたら指がうまく動かなくて全然取れないことがあった。身内が二人脳梗塞で寝たきりになって死んでいるので怖かった。地区海だな、脳ならクロスして出るはず。結膜炎は細菌性とウイルス性があって、ウイルス性は移る。検査結果に数日かかるから、医者に仕事は休んだ方がいい言われたことある。カッコ、オメガ。左側ってどういうことだろうな。左の手足の違和感があるなら、神経、脳の異常が考えられる。左の体幹部がだるいとかなら、内臓、特に膵臓、腎臓、肝臓とかに異常あるかも。急性膵炎とか若くてもなるからな。リーダーに向いてないんじゃないの？引退フラグ立ちました。この子は本当に美人。マジで病院に行け。脳かもしれぬ。道重なんてどうでもいいから。くすみ、復活してくれや。携帯の使いすぎで脳がやられたな。よく AKB は体調不良が多すぎとか叩かれるな。大して忙しくもないハロプロの体調不良の多さは異常。右脳いった。美容整形手術ですね。モーニング娘。はパフォーマンス自慢のグループで。まあ、道重はどちらかというと足を引っ張る部類だったけど、それを支えにやってきたのに、卒業寸前に握手連発だからな。
そりゃ、心も身体も壊れるだろうね。帯状方針じゃね。結膜炎もヘルペスっぽいな。若いのだから身体だけは大事にしてほしいね。大してファンでもないけど、道重に何かあったらかわいそうだと思う。ちゃんと病院に行かせてやってほしい。AKB は皆死んでもなんとも思わん。道重は今で言う総選挙みたいなことを TV とネット上やって選ばれたエリートだからな。しかも誰からも無認知の状態で、組織票や情報共有が今ほど活用されたかった当時だから、プライド高いだろう。土田周りみたいなことさせられたら心が病むだろ。最悪のことが起きないように祈るよ。こういう状況で差が出るよな。AKB イコール体調不良で握手会欠席に宮締めなどバリ増問。道重かっこハロプイコール体調不良でお休みに宮みんな心配。もう娘は今や道重一人にかかっているからね。この娘が頑張らないとメディアから消えてしまう。おいおい、早く右脳を見てもらえ。間に合わなくなっても知らんぞ。根拠は？つんくの娘くんが噂されてる中で、ガチで処女とは興味深いな。俺も体の左側に問題が多いな。肺に穴がすいたのも左、アトピーがひどいのも左、円形脱毛症が出たのも左、膝に爆弾抱えてるのも左、俺って道重と同類だったのか。29色右や脳内出血、左側がおかしいなら右側を使えばいいじゃない。処女云々は知らんがつんくの悪い噂ってのはほんと聞かないな。良い人エピソードはいろいろ出てくるのに。